皆さん、今日は花粉症の話をしていきます。花粉症で悩まされることっていうのはたくさんあります。例えば鼻水が出たり、目が痒くなったり、あと咳とかも出る人もいれば、体全身痒くなる人もいてます。今日は仕事や、寝るときにとても大変なことになるっていう鼻水の話をしていきます。基本的に鼻と関係しているのは首から出てる神経、頸椎の、4番神経って言われるところの神経が、鼻と関係しているとも言われてるんですけども、場所的に言うと、首の3番目と4番目の間、ここが見えるのが大体2番目、2、3、4、4番目で、ですから3番と4番の間の横から見ると、どうですね、3、4、ここですね。この間から出てる神経が、鼻に関係しているというふうになっております。そこで、もう一つ、この神経というのは肩の関節にも影響を与えているんです。肩を動かす時にも、影響を及ぼすのが頸椎の4番神経ということになりますので、肩こりがひどい人は逆にかえって花粉症にもなりやすい可能性があるということです。それをどうしたら改善していくことができるかっていう話なんですけども、基本的にはこの3番目の首の骨が歪んだりすると、そういう頸椎の神経の反射が乱れてしまうので、まず基本的にこれを直していかないといけないんですけども、それは自分で、蒸しタオルとかいうのを温めていけば多少は改善することはあります。もう一つは肩の関節を利用した治し方。例えば、肩こりがある人は肩の、肩甲骨を上と真ん中と下に3等分します。上、真ん中、それ下で、上の部分の肩甲骨の内側を押さえて、誰か押さえてもらったり、あるいはうつぶ、上向きに寝てボールをここに乗せて、敷いて、そのまま肩をこう動かすと、くる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 肩を回すことによって肩甲骨が動きますので、この刺激で、首の歪みが取れるっていうやり方もあります。これは3等分した時に上、真ん中、下の順番で両方やると、首の神経の反射が、元に戻ると、あとは肩こりもついで取れちゃうっていう、一つ一回で二度おいしいまさしく、グリコアーモンドチョコレートですね。あ、違う、グリコアーモンド、グリコアーモンドキャラメルですね。ということで、花粉症で悩まされている方は一度首をね、直してみるっていうのも一つの手だし、あと肩こりがひどいっていう人はまた花粉症にもなりやすいんで、それを気をつけてもらうっていうのも大切なことです。それではまた会いましょう。